はい、どうもテテです。今日はグラちゃんのその後の様子をお届けしたいなと思っております。グリがいなくなって1ヶ月ぐらい経って、でそれまでの間にグラちゃんが泣き声泣き止まないっていうような動画を出させていただいたんですが、それからだいたい3週間ぐらい経って今現状どうなっているのかっていうところをお届けしたいなと思っております。今ちょっとガチャガチャ言ってるんですけども、飼い主がご飯中ですね。でちょっとその間にね、デグーがどういう様子なのか、もうすでにチューチュー言ってますけども、どういう様子なのかっていうのをお届けしたいなと思っております。で今は朝の9時ぐらいになるんですけども、飼い主がこの後ちょっと外に出る用事がありますので、その間にグラちゃんがどんな感じなのかっていうのを見れたらなと。で単刀直入に言うと、今見ててもらったらもうすでにわかるかなと思うんですけども、泣き声が余計にひどくなっていますね。マシになるどころか、もうずっと泣いてるような状態ですね。でこんな感じでガタガタ音を立てたりだとか、何か袋をガサガサ動く音をさせるともう絶対に泣きますね。チューチューチューって言ってこっちずっと見てるんで、まあ構ってほしいんだろうなとは思いつつ、構いきれない瞬間もあるので、まあ、寂しい思いさせてしまってるのかなっていうのはちょっと感じてますね。でここに定点のカメラ設置している理由なんですけども、基本的にグラちゃんの定位置なんですよね。ちょっとブラブラしてどっか行く瞬間もあるんですけど、だいたいここにすぐ帰ってくるっていうことがあるので、ここにカメラ設置しておりますとか言ってたら全然帰ってこないまあでグラちゃんのね、寂しさを紛らわすために何できるのかっていうところで、外に出したりだとか、いっぱい遊んであげたりだとかしているんですけども、やっぱりそれだけじゃ足りないのかなっていうのは感じていまして、常々ウサギと一緒に散歩させたりとかはしています。もうすっごい鳴き声ですよね。これが本当に24時間続きますね。寝てる時もふと起きたらチュー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 って鳴いてたりするので、マジでずっと鳴いてるなっていうのが感想として一つ大きいですね。で割と鳴き声がでかいんで、多分これ防音設備ちゃんと整っていないお家やったら家の周りに迷惑かけるような結果になるんじゃないかなとはすごい思います。でグラちゃんが一番チューチュー言ってるタイミングっていうのが、飼い主が向こうの部屋から、移動してくるタイミングにすごいチュー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 言ってまして、帰ってきたかっていう感じで出迎えてくれてるのかなとは思っております。めちゃくちゃ構ってほしそうにこっち見てますね。自分この時ちょっと行く準備していたので、どんな様子か全然見てなかったんですけど、こんなこっち向いてたんやここからちょっと服着替えたりやらうぬんかんぬんしているんですけども、もう出してもらえる、かまってもらえると思ってすっごいこっち向いてますね。でもうご存知の方多いかなとは思うんですが、デグーって別名アンデスの歌うネズミって言われているほど鳴く生き物っていう風に言われているんですよね。今みたいな感じでチュ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 っていう鳴き声もあれば、プププププクプクっていうようなちょっとリラックスしたような声、ピーっていう怒ったような声、さまざまな声を出してきます。泣くか泣かないかについては、一概に全員が泣くっていうわけではなく、個体差によるところが大きいので、泣く子もいれば泣かない子もいるっていうような形になっているので、本当にどんな子を迎えるかによって変わってくるかなと思います。っていうところもあって、さっきも言ったんですけども、お家の壁が薄いとか、家族がうるさいの気にするとか、そういう場合はちょっとお迎えするのを検討してあげた方がいいんじゃないかなとは思いますね。自分の場合はもう生き物飼って長いっていうこともあって、生き物の動く音には慣れてるんですけども、割とこのやっぱりグラちゃんの鳴き声、デグーの鳴き声っていうのは耳にパッてつくような声なんで、それこそ夜中急に起きてしまったりだとかすることはありますね。で今これ飼い主がパソコンで作業をしているんですけども、鼻をすすった音とかキーボード叩いた音とか、本当にちっちゃな身動き取った音でも敏感に反応するので、もし飼育スペースと自分の作業スペースが一緒っていう方いらっしゃれば、割と作業に対して悪影響を与える可能性があるのかなとは思ってしまいますね。とはいえ、まあ迎えた一つの命っていうところもあるので、そういうところは気にせず飼育してあげられる方にお迎えしてほしいなとは思う反面、やっぱり気になる方もいらっしゃるとは思いますので、しっかりとその点を理解した上で
テクーちゃんを迎えてあげてくだされば嬉しいなとは思います。もうちょっとで家出ないといけないので、最後にちょっと撫でておこうかなと思います。グリがねいるときはなかなかグラちゃん撫でさせてくれるようなことなかったんですが、いなくなってからは割と撫でさせてくれるようにはなりました。やっぱり一匹になると何ですかね、人肌恋しいと言いますか、寂しいのかなと思います。今後もねグラちゃんの寂しさを紛らわせるためにしっかりと関わっていってあげたいなと思いますので、その様子のモニタリング、成長の記録っていうところは動画にしていきたいなと思っておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。もしグラちゃんのこんな動画こんなシーン見たいっていうものがありましたら、コメントでいただければすぐに撮影したいなと思っておりますので、お気軽にご提案ください。じゃあグラちゃんそろそろ行くよゆっくり待っといてね。グラちゃんはい、本日も最後まで動画を視聴していただきありがとうございました。今回の動画は以上になります。グラちゃんのその後の様子っていうところだったんですが、いかがだったでしょうか。もしよかったらチャンネル登録、高評価、感想のコメントをいただけますと幸いです。では行ってきます。